ディーノ・カサレスは、メキシコ合衆国バハカリフォルニア州、メキシカル出身のギタリスト、ソングライター。フィアファクトリーのギタリストとして有名。現在は、アセシノとディバイン・ヘレシーのギタリストでもある。7弦ギターを使用するギタリストの代表格として知られる。幼少期、野球少年だったディーノは、母親から、好きなことをやりなさいと言われ、家にあった、クラシックギターを弾き始める。 ディーノの実家はオーディオから何かしら音楽が流れており、これが音楽活動を始める大きな影響となったと語っている。1990年にバートン・シーベルとレイモンド・ヘレイラと共にフィアファクトリーを結成し、ギタリストを担当。1994年にクリスチャン・ウォールド・オルバースがベーシストとして加入し、固定ラインナップが完成する。 2002年に他メンバーとの確出によって一度解散する。FF から離脱した D のは、その後、ディバインヘレシーをはじめとしたプロジェクトに取り掛かっていた。その後、FF は2004年に、クリスチャンがギタリストに転向、新ベーシストとして、バイロン・ストラウドが加入して再結成したが、後に、クリスチャンが様々なトラブルを理由に脱退し、2009年4月に、 ディーノが FF に復帰した。かつてディマジオ社製のパッシブピックアップを使用していたディーノはアクティブピックアップで有名な EMG 社に直接連絡し当時唯一の7弦ギター用のアクティブピックアップ EMG707 の開発を促した。開発にはディーノ自身も関わり EMG707 の売上の数パーセントはディーノに支払われている。 ディーノは長年にわたって、アイバニーズ社とエンドーズ契約を結んでいる。2019年からは、アイバニーズとの契約が終了、新たに、オームスビーギターズと契約した。特に有名な仕様ギターは、7弦、リバースヘッド、スルーネックブリッジ側に EMG707、ピックアップが1個プラス1ボリュームロック式ナット、アイベネスエッジプロブリッジという仕様のアイベネス。 RGE のカスタムモデルを愛用しているほか、近年は同社 X タイプも使用している。2008年からはスルーネック仕様の8弦ギターを製作し、こちらも使用している。このギターのピックアップには EMG808 を搭載。2007年からはそれまで使用してきた EMG からスイッチし、 7弦ギター用のセイモアン完成のダーソビー -1 ブラックアウトピックアップも使用するようになった。アンプはマーシャル製の JCM800 をより歪むようにプリブをモディファイしたものを使っていたが、1999年の来日公演直前に機材車ごと盗難にあってしまったため、来日公演は同社製 JCM2000 をレンタルし一時的に乗り切った。 その後ライン六6製フレックストーム HD、Pod XT Pro とメサブギーのパワーアンプを組み合わせて使用していた。フィアファクトリー脱退後もしばらく前日の組み合わせを使用していたが、ディバインヘ h シーの活動開始前後からライン六6社のフラッグシップアンプベタイ HD を使用している。エフェクターは、デジテック社はミーペダル、ボスのコーラスなどを使用している。またベタイ HD に搭載される。 エフェクトおよびキャビネットシミュレーターを使い、チープなローファイサウンドも出している。ディバインヘレシーのアルバム内で、ローパスフィルターをギターにかけているパートがあるが、ライブでは、ベタイ HD 内蔵のフェイザーで代用している。ありがとうございます。